あ、待って待って待って、何松明で戦おうとしてんの、私バカじゃないの。よし、とりあえず向かっていくか。よいしょ。あ、でもこの後また雨のマーク出とるやん。ちょ、これはあれだね、雨のマークが、晴れのマークが雨のマークに変わる前にちょっと向こうにたどり着いておきたいんだけど、無理かな。待って、オクタがいます。ちょ待てって。だから待てというのに。よいしょ。ふう、どこまで届くのそれ。結構近くまで届いてますよ。まだ大丈夫、もう見えてないやろ。ちょ待って、そっち行って、そっち。はいはい、早く早く。お、キツネやん、なんか久々。ん、何の音、何の音っつうか何の声、キツネの声。あ、普通に橋かかっとるね。普通に崖とか行かずに普通に橋渡ってこか。ここは、ここ何橋、来たことあるとこではないね。アクオ橋、これは、お、破壊できねえのか。吐き出された吐き出された。これ何もできんやつ。え、何ここ、来てはいけない場所ではないのえ、超怖いですけど。なんか、ん、あっこ、あ、やっぱガーディアンのとこですか、あれは。だってあれ祠クリアしとるよね、私。ほら、祠クリアしとるもん。なるほど、ガーディアンのところだ。ふんふん。ってことはまた再チャレンジということになるわけやね。 あっち側にも塔あるけど、あっち側にも塔あるけど、どうする、こっち行きます。とりあえずこっちに、あー、どうやろうなどうやろうな。なんか前回向こう、前回じゃないけど前に向こうを目指していこうってならんかったっけ。平原の塔、ちょっと待って、私が向かいより先これよね。名前だけ出とるってこと。ヤカーマタの祠。塔はどこだい、上か。あれやあれ、あ、ほらほらほらガーディアンのとこ、ガーディアンのとこ。一応名前だけは登録されとんや。でもあれよね、ワープ地点には登録してきてないよねクリアできてないから。あ、ここどこかの上から、この辺とかからさ飛び移れんのかな、ある程度の位置まで。あ、てかなんかビタロックあれパワーアップしたやん。あ、なんか塔いっぱいあるなガーディアン超動いてる。さあどうしよう、向かおっか。そんなに高い塔でもないんよねあれ。待って、雨降ってきたけど待って、雨降ってきたけど、じゃあ一旦別の塔の方にしようかな。あの辺何、あれあれ何、え、何あれ、なんかめっちゃ あっちもガーディアン、ガーディアンが光るようにあれ。ひえー
あの辺の塔目指そうかな。でもどっちにしろ崖の上の方なんか。うわー怖ー、あれハイラル城よね。なんかちょっといきなりいきなりハイラル城での、うわびっくりした、やめてよね。あれ何あれ、あーここあれか、あー超油断したわ。あ待って待って待って、何松明で戦おうとしてんの、私バカじゃないの頭おかしすぎるやろちょっと。はい、オッケー、トゲモリブリンヤリゲット。あれ素材は、あそっかそっかそっか、リファーの祈りいつでも使えるよ、ありがとう。あっちはあれか、あの火炎の剣かなんかを手に入れたとこやんね。とりあえず雨が止んでくれればいいんだけどな、人かと思った、キツネ。え、あれ何、待って待って待って、あれ何、ちょっと写し絵、クロヒノックス、黒ヒノックスじゃなくて普通のヒノックスってこと？この辺周り毒の沼地とかじゃないよね。そーっと近寄ってそーっと近寄ってそーっと近寄って、へい、てや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 、どう体力、巨人の、うわありがとう、さっきね回復したばっかりやのにちょっと申し訳ないけど、はいはい、あーうお一発じゃねえか一発じゃねえか、あんなに限界を超えて回復したのに。リトライします。どうやる、やっぱ動きの早い方がいいかな。トゲも弱弱、トゲモリブリン弱いよ。トゲモリブリンバットやったらどんな感じ、まあうんまあうん、もうちょっと、ででででででで、でさあこの辺から、さあすやすやねよりよ、すやすやねよりよ、バットやけんね、そんなに重くはないはず。きっとシュッ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 って触れるはず。でい。あーなんかそんなに。待ってください。ちょっと待って。ガーディアンアックスってか全体的にあれなんやな。重い武器しか持ってないのかよ私。重くないやつはまあ一応強いんやけどって感じよね。ヒノックスってあれじゃね、なんかあの目玉を狙えばいい。ちょっとちょ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 待ってちょ待ってちょ待って、えそれそれを武器、いや武器強力すぎません、ちょっと、ちょ待ってって弓壊れた待って、赤い月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 だからなんだって話やけど、びっくりした、何事かと思った。また赤き月の時が来ます。これでまたいろんなやつが復活していくんやな。リンク、気をつけて。ほいほい。ただ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お前ら邪魔。ただ今は別のやつに気をつけないといけないから。トゲボコ弓、ちょい待ってって。
のって、あの目玉とかそうじゃないのね。ね、弱点とかじゃないのそれ。ほらどうよ。やっぱそうでしょうね。ちょ待ってね。めっちゃ明確しながら来るやん。めっちゃ明確しながら来るやん。狙うなしって思いよんかな。あ、待って、その木へし折るでしょ。おいおい隠すなよ。クソ近い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 。こないで。いや、お前邪魔だよ。お前ら邪魔だ。なんか別のやつらに狙われ始めた私。ちょっと待って、そこのあ、そっか、なんか壊れた。ちょ、頭ちょっと待って待って、拾うなよ。 OK。 あれって体力はそのまんま？え、消えたんですけど。え、また寝始めたの、もしや。え、体力元に戻ったんかな。どう、寝体力どう。いや、戻ってはないんかな。あ、待って。ちょ、待って。あ、なんか武器ぶら下げとる、こいつ。ねえ、なんか武器ぶら下げとるよね、こいつ。なんか戦い方こなれてきたんじゃない。こなれてきてはないかな。騎士の両手剣が壊れそうらしいよ、今なんか。ほら、てい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 、壊れた。ちょ待って、ちょい待ってください。ちょい待ってください。早騎士の両手剣、エコ悩んでね。待って、近い、近くで見えねえから。あー、今のちょっと惜しかったか。だからね、木をへし折んなって言ってんのよ。うわぁ、惜しいでしょ。でも惜しいでしょ。これやっつけたいよね。やっつけたいよね。黒ヒノックスってことは強いってことかな。ね、ボコブリンとかもそうやったもんね、黒。ちょっと弓矢を騎士の弓とかに変えてこっか。てかさ、弓矢が同じ木の矢でもさ、弓さえ変えれば威力が上がるっていうのはどういうことなんやけど。なんか仕組みがよくわからんねえけど。今の確実に目玉に刺さったよね。閉じかけたまぶたの間をこう割って入る感じの。お、当たった当たった。横から目玉を狙える。めっちゃ目玉飛び出しとるってことやね。この一回一回のダメージがでかいね、やっぱ。こう違う槍みたいにさ、素早く攻撃はできんのやけど、こう動きが鈍い分重いけんね。ちょ待って、体力がやばいやばい。なんかちょっとね、回復を忘れがちになるよね。あー、今のいけたんじゃないの。今のいけたんかと思ったのに。ちょ待って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 、全然違う方向を狙うやん。
さあさあさあ、なんかもうあんなさ、あ、火の幹をガッて掴んでこっちに走ってくるヒノックス、怖すぎやろ。あと、ちょ、お前ら邪魔だからお前ら狙ってないから、待って待って待って、ちょ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 、ヒノックスどっか行くし、違う、ちょっとヒノックス、こっち、こっちを、こっちを向いて、よし、目、今の行けてない、絶対入ったと思ったのに目に、あ、頭つけ頭をつけよった今。ちょ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 、待って待って、すごいねヒノックス、なんか目がまぶた横向きにパチパチパチってなるんやね。ちょ待って、行かないで、え、今脇腹に刺さったよ気づけ、おし、ちょ待って、変な方向から、変な方向から矢が飛んでくる。何、匂い嗅いでんの、あの豚鼻で、あの豚鼻でリンクの匂いを嗅ぎ取りよんかな。へい、こっちこっち、よし、オッケーオッケーオッケー。てかか、あれか、矢でも目ん玉に当てたら結構体力減らせとんかな。ねえ、だいぶ減っとるよね。違うって反対やって、帰らないでヒノックス。あれ、てかヒノックス、あれは木は、へし折ってきた木持ってないやん、どこやったん。ちょ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 、まあ、それ武器はない方がいいけど。うおおおお、なになに、おたけびなの待てよ、おい待てって、もうちょっとなんだよ、もうちょっと、へい、ほら、やっぱり目玉に当てたらめっちゃ体力減るんやね。弓矢だけでもいけたかもしれんけど、うっしゃい、やったね。で、その首の部分の武器とかいっぱい落としてくれるってことやろ。おー、なんかいっぱい、焼き鶏肉、皮ごとパリッと焼き上げた鶏肉、余計な味付けをしない分シンプルな美味しさ、ハートの回復も増えた。焼き上獣肉、肉厚の上獣肉の丸焼き、外側香ばしく中はジューシーでたまらなく美味しい。焼き上鶏肉、貴重な上鶏肉をこんがり焼き上げた、外はパリッと中はジューシーな仕上がり、食べるとハートが回復する。めっちゃ料理するやん。おヒノックスの肝、ヒノックスから取ることができる大きな肝、よく見ると時々ゆっくり動いている。薬の材料にできるが他の使い道があると噂される。へえ。んで、あ、薪の束ってことはさっき持っとった木の幹がバラバラになったということやね。おう、なんかチュチュ出てきた。てかさ、この辺のチュチュなんでこんなでかいんなんかちょっとね、不細工よね。なんかもっとさ、体が小さくて目が大きいのが可愛かったのに。モリブリンさ、いつの間にやっつけた。私頭壊してなかったよね、巻き込まれたんかなヒノックスのに待って、モリブリンの骨とかいらん、ね、違う、へい、なんか反対方向に投げたんやけど。で、さっきの旅人の槍、違う、騎士の槍やったへい、これでオッケー。チュチュゼリーもね、これで全部拾えた。うん、オッケーオッケー、いいねいいね決まってる決まってる。何あれ、焚き火か。で、あそこに塔がある。あっこの塔を目指して、とりあえず向こう側に渡って行こうかな。橋を渡った方が早いような気がするけど、橋渡るか安全に橋渡ってくか。で、こんなところまで来てしまったね、ヒノックスから遠ざかるために。ん、何あれ、ん、ただの植物か。一瞬ガーディアンの足がいっぱい生えてるように見えたわどういう状態。これでヒノックス2匹成敗したよ。てか、なんかいろんなとこにおるんやね、一箇所にしかおらんのかと思った。前のヒノックスは黒じゃなくて普通のやったんかな。そういうのも違いがよくわからんけんね。でも多分ボコブリンとかが、黒ボコブリンってやっぱちょっと戦闘に適したなんか強い感じになっとるやん、普通のボコブリンの強化版みたいな。
なんか多分黒とか茶色のやつが強いんやろ、ボコブリン。やけん、それと同じような感じで、あのヒノックスもきっと、普通以上に強いヒノックスだったんではないだろうかと、勝手に予想するんやけど。この辺何？橋っていうか、なんか普通に自然にできた橋。この辺なんか多分、おお、集落だわ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。